なチャンネル。あ、どうも、どうも、東京どうも、かき、イェーイ、めっちゃホリデー、ありがとうございます。これね、俺、子供の時からね、ちょっとね、夢だったんです、これね。こんなでっかいアイス、業務用みたいなアイスね。これを買いたいということで買いました。だいぶ安かったんですね。2キロのアイスですよ。すごくね、量。こんなに食べられるっていう感じでね。まあ、家族だったら食べれるだろうっていうことで、買ってみました。チョコと。ね、バニラが2つ入っております。なかなかね、スプーン1杯でこれぐらいですから、たっぷりあるぞということで ね食べてみます。でもね、アイスがね、柔らかいですね、柔らかいアイスでしたということで、このね、ファミリアってアイスですね。はい、そして次はドーン、こちら、はい、チョコボール、2つ買いました。2つって言い方するのかな。2つ買いました。2つじゃねえ、当たらんでしょう。まさにミラクルが起こるかみたいなね。で、なんか何ですかこれ、チコちゃんでしたっけね、当たり出るかな、これで。これ教えたつもりはないんですけどね、全くね、本人がやっております。まずビニールを取ろうということでね。でね、ピントがなかなか合わないっていうね、永遠の5歳プロジェクトっていうね、なんか書いてある。なんか当たったらいいのか、いいことがあるのかなと思ってね、さあ開けてみました。ビニールね、外袋を開けましたので、はい、行きましょう、こっちでやってっていうことでね。上持ってっちゃうからね。はい、出ないか。はい、何これ、どういうこと、どうだ、どうなってます。なんか書いてあるんですね、今ね、エンゼルが出るかなみたいなね、裏面ですね。はい、外れ。こればっかりは簡単に当たるわけがないんですよね、もう数年に一回当たるか当たらないかみたいな、ちょいちょい買っててね、そんなレベルですもんね。なんかね、当たり子はこうなってるぞみたいな、ありますけど、多分ね、対策も多分練られちゃってるからな。はい、で、これもね、はい、外れ、残念でした。以上でございます。どうもどうも、東京どうも、かき、さよならホームラン、ありがとうございます。よっしゃな、この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。可能なチャンネル